2014年9月27日に発生した御嶽山の噴火からまもなく10年となるのを前に開かれた慰霊式には下ロ市や警察関係者らが参列しました今日は噴火時刻の午前11時52分に合わせて黙祷を捧げた後と献花台に花を備えて犠牲者の冥福を祈りました下呂市では噴石から登山者を守るシェルターの設置工事を行っていて今年度に1機が完成し 来年度にもさらに1機が完成するということです。